スポーツジャストワンをご覧いただき、本当にありがとうございます。この動画の下に、皆様の毎日をブラッシュアップしていただける素晴らしい朗報がありますので、どうぞ。渋野日向子、強みは、緊張する場面でも振り切れるところです。これは、ファンサービスの源、5-1。2019年8月4日、渋野日向子、20歳の全英女子オープンでの優勝は、ゴルフ界の常識も非常識もひっくり返すような出来事だった。優勝争いの最中に、人垣の間を笑いながらハイタッチをして通り抜ける渋野の姿に、世界中のプロゴルファーは、あれをやるかと衝撃を受けたに違いない。そして、自分にあれがやれるのかと考えたことだろう。日本女子ツアーの A 級シード選手である森口裕子プロは、自分だったらできないと思いますとし、その理由をこう語る。手が引っかかったら怪我をすることもあるだろうし、タッチをできなかった人からなんだタッチをやってくれないのかという声が起こったりすると気になるし、だからそこは境目を作っておいた方がいい。私が現役の頃はそう思っていました。いいプレーを見せることがプロゴルファーの仕事なのだから、プレー中にファンサービスをすることで集中力がそがれてしまっては本末転倒だ。だからプレー中は申し訳ありません、ファンサービスはラウンド後にしますから、というこのゴルフ界の常識は決して間違ってはいない。ただ鳴り物の音に乗せてガッとバスへと叫ぶプロ野球や、オーレオーレと仲間たちと声援を送る J リーグの観戦に比べて、そうしたプロゴルフ界の常識は競技の特性を考慮したとしても少々堅苦しいものがある。ギャラリーはそこに疎外感を覚えるのである。その常識を渋野は打ち破ったのである。ホール間におけるハイタッチは多くの人に好感を与えるとともに、世界中のゴルファーやメディアを驚かせ、その爽やかな笑顔と相まって彼女のファンを爆発的に急増させることになった。しかも彼女はプレー中に集中力を切らすことなく優勝をしてしまったのだ。帰国後に日本記者クラブで会見を行った際、あのハイタッチは負担にならないのですか？という記者からの常識的な質問に対しても、渋野は無視される方がよっぽど私は辛いですと常識を超えた答えを返し、1日1日ハイタッチする人数が増えていってすごく嬉しかったと言って笑った。最後までご覧いただき本当にありがとうございました。皆様のお力が大きな支えです。よろしければチャンネル登録をお願いします。ムササビマークをクリックしてください。